今回ね、ロボロックスっていうアプリ、なんかユーザーがゲームを作ることができるアプリで作られた、なんかね、バットビジネスっていうゲームを今やってるんだけど、無料ですね。無料 FPS で。で、なんかクランカーっぽいね。まあ、ブラウザではないんだけど、クランカーっぽい軽めのテスクチャーに、なんか大人数で対戦してる感じがなんか BF っぽい感じする。なかなかね、ちょっとやってんだけど面白いんで、今回動画にして紹介しようっていうふうに思ったわけですが、結構ねブレがあって、左右のブレが大きいかな、このアサルトライフルっていうやつは。多分この真ん中のポイント取ると点数が溜まっていく仕組みなんだと思う。オメガ丘を取ったのって、あれオメガ丘なんだ。でスライディングは結構ね、長い間スライディングできるんで、なんかエイペックスっぽいような感じもある。なんかエイペックスと BF っぽい感じがするな。結構左右のブレが激しいね。武器は AK47 かな。初期武器ですね。初期武器になんかサイトみたいなのつけただけ。敵がどこから湧いてるのかそもそもよくわかんない。奥かな。いた。そういうのだ。てかなんかあんまり覗かなくても当たる。あとなんかなんだか知んないんだけど、ちょっとこのゲームのもうダメなとこ、俺がやり方知らないだけかもしんないんだけど、このあのね、 ADS してる時の感度がないんだよね。なんかこれめっちゃ遅くてやりにくい。あの ADS と通常時の感度俺一緒だから、ADS 中も振り向き20にしたいんだけど、それができなくて、ちょっと追いエイムとかがめちゃくちゃ遅いんだけど、これはちょっと慣れてないっていうことで勘弁してください。めっちゃ今グル飛んできた。あ、これ味方か。あ、あれ敵じゃん。よっしゃった。敵がどこにいるのか今一番かん、あ、構えてなれそうでしょ。よし、いいね。これ敵、人がなんかいろんなとこに散ってて、え、なんか敵がどっち側にいるのかあんま分かんないけど、あっちの方なのかな。味方いっぱいいるし、クレ投げて、いないか。あれ敵か。めっちゃ遠距離で倒してんだけど。適当なゲームだな。棒立ち。
まあなんかやっぱあの有名どころの FPS じゃないとプレイしてる人もなんか初めてというか FPS 自体そんなにやってない人も多いからあれだよね、なんかちょっと無双チックにはなっちゃう。この中にもでも猛者がいるんだろうな、きっと会ってないだけで。なんかね懐かしいねこの感じ、なんかあのモダンウォーフェアとかコールドウォーって SPMM めっちゃ効いてたから、モダンはそんな効いてないか、なんか敵が大体できるんだよね、自分と同じぐらいというか、ちょっとでもなんか車線ミスったらやられるみたいな感じなんだけど、このなんか適当な顔出してずっと撃ってても、あ今撃たれたか、まあ、たまに撃たれるけど、なんだろうねこの一方的な感じ、敵がどんどん気にせず車線通るとこ走ってきてそれを俺が撃つだけみたいな。突っ込むか。どこだ、敵がもういないな、なんかリスとか変わったりするよね、さすがに全然こっち側に敵いないもん、味方つーかあれだな、ちょっと一方的だな、いてライフめっちゃ減ってる、勝利、あー MVP ではなかった、45キルしてる人、まあ続けてやってきますか。なんかねこのゲーム部屋とかが選べないんだよな、やり方知らないからだと思うんだけど、なんかね部屋が1個しか見えなくてそこに入るか入らないかでしかない、回路10ゲーム、あれなんか武器が違うぞ、 AK じゃない、10ゲームって何？あ、でもあれか、チーム戦だね。チームデスマッチ的なやつ。あ、いた。いたぞ。よし、倒した。あれ、なんか武器。あ、ショットガンになってる。なんで？ほら。あ、武器、あ。ガンゲームかこれ、あー武器が変わって最後あれでしょ、どうせなんかナイフとかになってナイフでとどめさせたら勝ちみたいなルールでしょ、なんかねやったことあるよ、なんで止まってる、変わった、今度なんだサブマシンガンっぽい、このマップちょっとよくわかんないんだよな、赤い方に行けばいいのか、反発？よし、お腹終わった。何これ？これ昔の銃、冷戦時代のやつじゃないの？空き缶サプレッサー。よし。またよくわかんない銃で。うわ、マジか。やられた。M1 ガーランド。この銃なんだかわかんないな、倒した、お、なにこれスナイパーライフ、もうスナイパー苦手なんだよな、ガンゲームだったらそれを使いこなさなきゃいけないのか、お、変わった、もうサプ付きの銃、あ、やべ、リロードだ、まずいやられた、あ、ガンゲーム結構面白いな。いろんな銃使える。まあ、このゲームさ、始めたばっかだから、ポイントもなくて全然武器使えないんだけど、ガンゲームだったらいろいろ使える。
うおっと、あーなんかちょっと今敵のど真ん中に入った気がするな。立ち回り的に良くなかった。さあ悪さだよねこれ。悪さをサブつけて、なんだ全然だな、この武器弱いぞ。お AUG じゃん。反動でかっ。おっスタボール、アサルトライフル、ん？こっちいそうだな。この奥とかいるんじゃないの？いた！よし、なんか終わった。まだ変なサップ付きの銃、敵がな案外ど、おお単発？セミオート？うわやりにくい。ちょ感度、エイム感度めっちゃ低い。マシンガンでしょこれ。うわ強えマシンガン。ショットガンこれ、謎のショットガンだ。このあのスライディングが意外とね滑るのがちょっとこのゲームいいね、気持ちいい。やべやべ、なになになに、ちょっと右から入っていこう。出たとこにいるんでしょ、上からジャンプして下がっていく。よし、なんだこの銃は、よくわからんうちに切り替わった。よし、いた UMP。 当たってんのかい。なんだこれ 416？ チャージングハンドルが HK だ。いた、当たってないし弾切れまで打ち尽くして倒せない俺のエイム。なんかあの上の方にこれ倒した数が書いてんだけど、そもそも俺がどれか分かんないんだよな。どの位置にいるんだろう、勝ってんのかすら分かんない。よっしゃ、お強いやつじゃんこれ、サブマシンガン4545貢献のサブマシンガン。はい一撃。なんか寝てるやついる。よっしゃー、おいいいね、ペースアップしていくよ。あ上にいた、上にいたけどちょっときつい、ちょっと下がろう、出てくるし、ここはいやっていく。あスコーピオンか、はい、おいリボルバー、おいこういう銃苦手なんだよね、デザートイーグルとか。うわ当たらねえデザートイーグルなんかね、ハンドガンの一発のハンドガンとか苦手なんだよな。セミオートぐらいにしてほしい、なんか撃ってカチャとかやめてやマジで。おいおい、よし、あナイフだ、やばいこれラストじゃね。今いた右のいた。よしあいつでとどめだ、おら気づいてないし背後に切っていく。やった勝った関係まあ、ね、面白いんじゃないですか。ロボロックスのバッドビジネスっていうゲームなんで、皆さんもねちょっと気になったらやってみてください。結構気軽に遊べていいですよ。